とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。エンドの攻略方法を教えてくださいということですね。エンドは、まあ、特に普通のステージと変わりなく、行くことができると思います。まあ、ただ、最後の方のね、パズルみたいなやつがめんどくさいのよ。シュルカーを起動させて、弾をオーブのとこまで持っていくっていう、あれがね、ちょっとめんどくさいんだけども、まあそこまで行きましょうか。とりあえず、注意すべきものはこれ。爆弾だね、毒爆弾。これに当たるとワンパンで死んじゃうので、とにかくこれには近づかない。で、道の真ん中とかにこれがあったら、まず起動させて、安全にしてから進むようにしましょう。で、今回は、デイリークエストで来てるんですけども、ここのクエストはね、キャプテンがほとんどいません。なのであまり気にせず、これは横道に、ずれていくことなく普通に進んでいきますね。ほんとね、キャプテンいるとしてももう最後の方よ。最後の方にまあ2、3体いるかなぐらいの感じです。なんで最初の方はほとんど、道順で行ってください。横にずれることはほぼほぼしなくてもいいかなと思ってます。うん、何回もねやってるんだけども、横の方にずれていってもほぼキャプテンいないもんね。キャプテンいたことなんてほぼ皆無なんでいいと思います。はい、では、ちょっとここで矢を増殖していきますね。カバンビルドをやるのであれば矢の増殖っていうのは絶対必須です。序盤のチェックポイントとなるタワーに着きました。ここのタワーの中身は、毎回変わります。いろんな種類がありますけども、まあ特に問題ないと思います。敵もまあ一番上に出てくる、エンダーマン2体、あれ以外は特に問題なくね、処理できていくかと思います。最上階ですね、ここ別に問題ないと思います。最後の最後に出てくるエンダーマン2体、あれがちょっとめんどくさいんですけど、まあ狭いところにいなければ全然余裕でいけると思います。これで出るかな。うん、狭いところにいるとどうしてもねダメージ受けちゃうので、この真ん中の広いところ、ここで極力戦うようにしていきましょう。でアイテムは全部回収すること、ナイトモードにちょっと入っちゃいましたね。で面倒くさいところが多分ここがねちょっとわからないのかなと思うんですよね。あ、今回うまいこと、シュルカーの弾が来たんだけども、どうしてもねここのね階段に当たって消えちゃうことがあるんですよ。そういう時はこうね、横に横にこう行きながら連れていくと消えにくいのでやってみてください。あ、今回来たね。こういう感じです。そのまままっすぐ、待ってから上に行ったりすると、まっすぐ上に行くとあれ消えちゃうことが結構あるんで、横にねジグザグに歩きながら行くと、結構成功しやすいです。やってみてください。ボスの手前まで来てます。ここの強襲イベントを終わらせるとエンダーセントが出てきますね。あいつと戦うときは広いところで戦いましょう。こいつはね結構ワンパンしてくるので、広いところで距離を取ってカバンでダメージを与えていく、これ重要です。もう出た瞬間に攻撃判定があるやつなんで、極力広いところで近寄らないように行きましょうね。もうちょっとでボスです。ではボスももう間近ですね。ここ狭いので、ここで戦うときはちょっと注意です。かなり狭い。でここでさらに、エンダーマンが最終的に出てくるんで、まあ動き回りながらダメージを受けないように行きましょう。ラスト、エンダーマン。これを倒したら、ボスですね。動き回って、ダメージを食らわないように行きましょう。
ではボス戦いきましょう。このボスはスポンジでワンパンすることができません。まあ他のね方法でワンパンっていうか速攻で倒す方法はあるんですけどね。とりあえず今日はオーストロスに倒す方法をやっていきます。アーティファクトセットはカバン、あとバリア、羽です。このバリアがすごく重要になってきます。こいつとにかく、弾数が多いのでそれをこのバリアで防いでいくっていうことですね。で弓でのダメージはほぼほぼ意味がないというか入らないので基本的にカバンでのダメージでやっていきます。なのでカバンのダメージが入りやすい装備、アーティファクトの攻撃力アップ、これがついてるやつをおすすめしますね。で弓もカバンが連発できるように、ショート棒関係がいいね。ショート棒系の装備をしていきましょう。で敵がこっちを吸い込む作業をしてくると、爆発でダメージを受けてしまいますので反対側に走って、受けないようにします。で出てきて弾をいっぱい撃つときにはこのバリアの中で、おーおーおおグラチャツマンで、それ以外のときはもうぴょんぴょんしてカバンでダメージを与えていって大丈夫です。このときにね、近づいてスポンジでダメージを与えるっていうのはいいと思います。はい、ということで今日はちょっとざっくりでしたけどもエンドの攻略法をやってみました。まあ、特に、問題なく普通通りやっていけばいけると思います。要は慣れですね。慣れ、何回かやってれば慣れてくると思うんで、はい、何度も何度もやって、調整してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。